俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは他国の人に対して固定観念を持ったりしていませんか？アメリカ人は陽気だ、イギリス人は気難しい、中国人は自分勝手だ、そんな風にその国の人をひとまとめにしてしまう方、意外と多いのではないでしょうか。アメリカ人でもナイーブな方はたくさんいると思いますし、陽気なイギリス人も大勢います。気遣いができる中国人だって多いことでしょう。今回のエピソードでは、反日感情を抱いている中国人留学生が、後からやってきた日本人留学生に対して、日本人は差別的で冷たいと牙を剥きます。それに対して周りはどんな反応を示したのか、またその後、中国人留学生はどうなってしまうのでしょうか。どうぞぜひ最後までご覧ください。僕の名前はドニー、香港人だ。今イギリスの大学に留学している。イギリスの名門大学でしっかりと勉強をして、ワールドワイドなビジネスマンになることを目指しているんだ。学生生活はとても充実しているよ。勉強だけではなくスポーツにも夢中なんだ。僕が取り組んでいるのは陸上競技。トラックの長距離種目をメインにしている。とても苦しい競技だけど、心と体がぴったりと一致した時は、走っていることを忘れてしまうくらい爽快な気分になれるんだぜ。思い通りの走りができた時の達成感は、やったものにしかわからないだろうな。ビジネスと陸上選手、どちらか一つではなく、どちらも成功したいんだ。僕が通っている大学には、世界中の国々から集まった学生がいる。アメリカ、ヨーロッパ、アジア、アフリカ。アジアの人種だと、日本人、韓国人、中国人もいる。ちなみに、中国人と香港人が同じだと思っている人、いるよね。だけど、全然違うんだぜ。一緒にされてしまうのは好きじゃないな。香港人は自由な発想ができる人種だと僕は思っている。だから他人に自分の意見を押し付けたりはしないし、他人の考え方を認めようという努力をする。だけど中国人は物事を一方向からしか見ようとしない人が多い。だから時に誤った認識を人に押し付けたりするよね。中国人といってもみんながみんな同じではないから一概には言えないけどさ。実はね、僕の周りで少し困ったことが起きたんだ。日本から留学生がやってきたことがことの始まりだ。日本人の名前は翔平。なかなかかっこいいやつだぜ。背が高くてがっしりとして均整が取れている。サラサラした髪の毛で目鼻立ちが整っていて歯は真っ白。子供の頃アメリカに住んでいたことがあったらしく、英語が堪能な上に頭の回転も早い。おまけに人当たりが良くて、いつも笑顔を浮かべているから、こっちへやってきたその日から人気者になっていたよ。男の僕がイケてるやつだなって思うくらいだから、女の子も黙ってはいなかったね。彼の周りには頬を赤く染めてそわそわしている女の子が何人もいたよ。翔平の存在が日本の印象をぐっと持ち上げたのは間違いないと思うよ。日本にはこういう素敵な人がたくさんいるんじゃないかって、女の子たちはときめいたんじゃないかな。僕が嫉妬しているんじゃないかって、嫉妬するのがバカバカしくなるくらい彼はナイスガイだよ。彼がいると周りがパッと明るくなる感じがして楽しい雰囲気になるんだ。今となっては僕たちのグループには欠かすことができない存在だね。ところがさ、それを面白く思わない奴がいたんだよな。それが中国人のリーなんだ。翔平が来るまではどちらかといえばリーがお笑いを運んでくるタイプでね。翔平とは違って小太りでユニークな顔をしているから、おどけた態度でみんなを笑わせるのがリーの役目だったんだ。リーにしてみたら、それまでの自分の立ち位置を奪われてしまったから面白くなかったんだろうね。
翔平の周りに人の輪ができると、 D は露骨に嫌な顔をして去っていくんだ。まあそれはそれで仕方のないことだと思うんだ。人には合う合わないっていうのがあるからさ。どうしても気に食わない奴がいたら、その場を離れたくなるのはわかるんだ。だからいなくなるだけならそれで問題はなかった。だけど収まりのつかないリーは、翔平のいないところで翔平の悪口を言うようになったんだ。悪口を言うって言っても、翔平に悪いところなんてないからさ、矛先が日本人ってことになるんだよ。その内容はね、日本人は外国人を差別するとか、日本人は困った人に手を貸そうとしない冷たい人種だとか、日本人を一括りにして非難するんだ。さらには日本人が太平洋戦争で犯した罪をつらつらと語り始めて、みんなを翔平から遠ざけようとするんだぜ。だけどそうは言っても翔平は人気者だ。たとえ日本人が悪くても翔平が嫌われるってことにはならないんだ。リーはそんな状況に業を煮やしたんだろうな。それでついに爆発しちゃったんだ。それは休みの日に湖畔に集まってバーベキューをしている時だった。人数は確か15人くらい。いろんな国籍の人が集まっていたね。最初は和やかな雰囲気だったんだけど、リーが合流した途端に空気が変わったんだ。そして突然リーの大きな声が聞こえた。お前たち日本人は戦犯だ。人殺しだ。ひどい人種なんだ。翔平、お前にだってその血が流れているんだからな。リーは興奮してそんな感じのことを翔平に向かって叫んでいた。どういう経緯でそういうことになったのか、僕は少し離れたところにいたから気づかなかったんだけど、リーは顔を真っ赤にして怒っていたよ。翔平は意に介さずって感じで苦笑いを浮かべていたけど、その周りにいたイギリスの女性陣は黙っていなかった。翔平に思いを寄せている3人の女子がリーに詰め寄って激怒したんだ。根拠のないことを言うのはやめて。日本人が優しいのは翔平を見ればわかるでしょ。過去の出来事を引き合いに出して翔平を貶めないで。リー、あなたは最低よ。顔も見たくないわ。リーは女性陣から罵声を浴びたんだ。それ以外の人たちの目も憤っていたね。その空気を察したリーは悔し涙を流して走り去っていったよ。僕はリーのことが嫌いじゃない。面白いやつだし、中国人にしては砕けているし、頭の良いやつだからね。翔平が来るまではうまくいっていたんだ。卒業したら香港に遊びに来いよなんて話もしていた。だからリーのことを放っておくことはできなかった。このまま放っておいたらリーが孤立してしまうと思ったからね。それで慌ててリーを追いかけたんだ。リーは湖畔に佇んでいたよ。膝を抱え込むようにして湖を眺めていた。僕はリーの隣でしゃがんで話をしたんだ。リーの気持ちを聞いてあげたわけさ。リーはね、中国で教育を受けてきたから反日思想が強いんだよね。その上おじいちゃんが先の戦争で日本軍からひどい目に遭わされたそうで、そのことをことあるごとに聞かされてきたから心に焼き付いてしまったようなんだ。リーは頭の良いやつだから、それが全てじゃないってことは分かっているはずなんだ。だけど心に染みついてしまった思いをどうしても拭い去ることができなかったんだろうね。そこへ翔平という日本人がやってきて人気者になっただろう。みんなに囲まれている日本人の翔平を認めるわけにはいかなかったんだろうと思う。翔平が非の打ちどころがない良いやつだというのはリーも分かっていたと思うんだ。それに翔平のことも多分嫌いなわけじゃないと思う。ただ日本人がみんなの中心にいることを認めるわけにはいかなかったんだな。リーは涙を流しながら言っていたよ。取り返しのつかないことをしてしまったってね。もう大学には戻れない。
このまま退学しようと思う。リーはそう言って泣きじゃくっていた。だから僕は言ったんだ。翔平に謝れば彼なら許してくれるよって。だけどリーはもうダメだって。今さらそんなことはできないって言うんだ。俺はもう悪者でいいよ。悪者のままイギリスを去るよってね。そこへ翔平がやってきたんだ。ゆっくりと歩いてくる翔平の背中越しに木漏れ日が差し込んでいてね、なんだか神々しく見えちゃったよ。うずくまっているリーの後ろに立った翔平はリーの両肩に手を置いて、気にしなくていいよってささやきかけたんだ。リーは号泣していた。ごめんごめんって詫びながらね。それから僕ら三人は湖を眺めながらしばらく話をしたんだ。翔平はリーに話しかけていたね。リーが言うように日本人の中にも外国人を差別する人はいると思うし、冷たい人だっているよ。だけどそういう人ばかりではない。それはリーもわかっているだろう。中国人だってみんながみんな日本人を嫌いってわけじゃないよな。僕はリーのことを友達だと思っているぜ。それからこんなことも言っていたよ。戦争っていうのは不幸な歴史でもう取り返しがつかないことだけど、僕たちが握手を交わし合えば必ず良い方向へ行くと思うんだってね。なんだか胸にグッとくるものがあったな。僕も少し反省したよ。香港人と中国人を一緒にしないでほしいって思っていたからね。この件があってから僕たちは仲良くやっているよ。リーは元のお笑い担当に戻ってみんなを笑わせている。女の子たちは相変わらず翔平に首ったけだ。そんな翔平にやきもちを焼いてリーがちょっかいを出して女の子にたしなめられる、そんな感じ。僕はね、陸上競技の大会が近いから一人でトラックを走り回っている。みんながじゃれ合っているのを横目で見ながらね。いろいろあったけど結局うまくまとまったんじゃないかな。こういうのを日本語でなんて言うんだっけ。あ、それそれ、雨降って地固まるだね。あれからリーは日本の文化を勉強しているんだ。日本人の礼儀正しさとか奥ゆかしさとかね。夏休みには日本へ行くんだと言っていたよ。日本へ行ってお寺巡りをして座禅を体験してみたいんだってさ。ちょっと前まで日本のことが嫌いだったのに、随分と変わったもんだよな。だけど人は変われるものなんだ。それに変わるのに早い遅いは関係ない。何はともあれうまくまとまってよかった。同じ国籍でも性格、行動、考え方は人それぞれよね。一括りにして悪く言うのは良くないと思うわ。教育って大切だよな。子供の頃に偏った思想を押し付けられてしまうと、それが一生つきまとってしまうかもしれないからな。中国人の反日思想って未だに強いんだね。それでいて日本に旅行へ行って爆買いしているよね。中国人は日本のこと好きなのかしら、嫌いなのかしら。翔平くんって素敵ね。だけどどこかで聞いたような名前だわ。中国人の反日思想は未だに強く残っているようです。教育の中でそういった思想を植え付けたことが主な原因であると思われますが、多角的な見方ができる人も増えているように感じられます。日本への旅行を希望する中国人は多いですし、日本製品を好んで使用する中国人も大勢います。内心は日本と近づきたいのだけれど、自国へ帰るとその考え方を否定されてしまう。そんな現実が待っており、本心を語ることができない、そういった方が多いのではないでしょうか。
ニュースの映像などでは日本に対して牙を剥く中国人が映し出されますが、実は本音と建前を上手に使い分けているのかもしれません。本音をぶつけ合って自由に話し合える日が来ると良いですよね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタンシェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。